岸和田城天守から望む後、風荘は大阪府岸和田市にある近代和風建築と回遊式日本庭園。岸和田城二の車の新御茶屋の跡地に旧寺田財閥堺寺田家の二大投資家別邸として建設された。1998年国の登録有形文化財に登録されたものの、指定管理者制度導入を機に2008年岸和田市、 指定有形文化財に指定された。正門は、奈良東大寺達中中世院表門を移築したもの。岸和田城二のクルワにあった、新御茶屋の跡地に、旧寺田財閥堺寺田家の二大当主で、岸和田市長を務めた、寺田利吉の別邸として昭和4年から10年をかけて造成された。面積は、約8000平方メートルで、海遊式庭園内に山、山邸、 八窓石、残月石の三つの茶室が設けられている。表門、南木門は、奈良の東大寺立中中世院表門を移した、ものである。五、風草は当初、岸和田書院の武士、楠木正重の姓にちなんで、南木草と呼ばれていたが、寺田利吉の死後が、五、風院であったことから、現在の名称に改められた。所有者は、昭和十一年に、 岸和田市と地開発行社、平成4年9月に岸和田市へと移り、管理運営は平成20年度まで岸和田市の外郭団体である岸和田市観光振興協会が担ってきた。平成21年度からは指定管理者制度を導入し、2018年度までは、頑固、フードサービス株式会社、2019年度からは、 株式会社岸和田グランドホールが指定管理者となり和食レストランとして活用されている。邸内の歴史的建造物は平成10年に国の登録有形文化財に登録されていたが指定管理者制度導入を機に平成20年改めて岸和田市指定有形文化財に指定された。建造物については平成10年に国の登録有形文化財に登録。 平成20年12月5日に、市の有形文化財に指定。ありがとうございます。